さくらです。はい、ということでですね、本日は私の大好きな蒙古タンメン中本の本店さんにお邪魔してます。ということでですね、撮影の許可をいただいて撮影してるんですけれども、はい、ずっとずっとずっとやりたかった企画で、セブンイレブンに売ってるさ蒙古タンメンめちゃめちゃ人気じゃないですか、うん、はい、あれが大好きなんですよ、はい、で、あれに納豆を入れてかけたら美味しいですよ。納豆トッピングとかありますか？店舗によるっすけど。マジですか？めっちゃ美味しいんですよ。でそれをよくしてて、で渋谷にお店があるので、うん、行ってたんですけど、どうしてもチキって、はい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 、人気のやつじゃなくて味噌の酸辛のね。そう、酸辛のやつ、うんうん、辛くないやつ。そう、あんまり辛くないやつを頼んでて、ちょっとチキってたんですけど、今回挑戦してみようと思って、はい、でもセブンのでもみたいになっちゃうんですよ。はいはいはい、はい、でもそれよりもちょっと辛いってことなんで、ちょっと緊張してるんですけど、まあ辛いものも好きなんで、完食できたらなって思ってます。はい、そしてですね、サドルさんは何かの話して、僕は五目味噌っていう、はい、10段階中8の辛さ。私なんですか？5です。はいはい、5点も多分くらい。ひとくさんは北極ラーメン9です。9なんだ。中本さん初めてだよ。めっちゃ美味しいです。本当に美味しいです。カラコーなんで、はい、確かに並ぶんですよ。いやですよね。なのに一人でってことありますか？急に食べたくなるんですよ。で、私たちハマったらそこめっちゃ行っちゃうじゃないですか。次から打ち合わせ場所を中本になってくるっていうぐらい美味しいんで、ちょっと早速ですが、はい、待っていきたいなと思います、はい、では届くまで待ちましょう。はい、チョブリグ。はい、ということでですね、届きました。じゃーん。はい、こちらが5辛のもう一番人気のやつ、はい、で、8辛で9辛五目味噌、北極ラーメンになってます。はい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 、いいねいいね。里色さんのえこれ豪華じゃね。なんか豪華。五目は野菜が乗ってるんで、これそういうこと。これがね、美味しいんですよ。しかも味噌が入ってるんですか？五目味噌でも蒙古タンメンも味噌ベースなんですけど。そうなんです、はい、スープだけ飲もうかな。うん、スープだけ飲んでもいいかも。まず蒙古行っていただきます。はい、うまっ。全然辛くない。そう、まだ麻婆豆腐混ぜてないから。ああ、辛くないんです。そのってんのが辛味成分。はい、これどっちでうまいです。いいですか？これまたね、味が違うんですよ。いただきます。うん、辛くないですか？辛いだけじゃない。めっちゃうまい。これで8辛？まあ一口目だからね。あ、でもそうか。あ、ねえ、そういうことや。感覚が違う。これスーっていけて、これも、あ、濃厚だなって。これ唐辛子いいって感じ。めっちゃ美味しい。これだけで美味しい。これ混ぜてって。混ぜてもいいですし、まあ、まずはその野菜とあの麺とかをいってもいいですか？このマンボ豆腐えぐさないからさ、めっちゃ美味しいですよね。美味しいですよね。いってきます。うんうんうん、やばい。よだれ止まらん。うん、うまそう。めっちゃ美味しい。ちょっと混ぜて食べてみます。えぐいですね。でも本当に美味しい。助かる。いただきます。ああ、カレー。でもいけるわ。お。うん、いける。全然いけるかも。これね、なんか後半がきついと思うんだけど全然いける。てかめっちゃ美味しい。うん、カップ麺とはレベチのうまさありますからね。レベチレベチ。この麺の太さもいいですよね。はい、これ太い方が好きなんですよね。食感もね、うん、弾力もいいし。神、食べてみてくださいよ。いただきます。僕らもじゃあカメラ置きますね、一回。うん、めっちゃうまい。今日のために1ヶ月ラーメン我慢しました。え、マジですか？あの、減量中なんで僕。やばそう。ダイエット中。絶対美味しい。もう多分死んじゃうかもしれない。今やばいですよね、もう多分。もう気
記念写真撮っていいですか。ぜひ。いただきます。いただきます。うまい、染みてる。待って、感動。なんか辛いんですよね、確かに。辛くて痛いってなるんだけど、なんかもう一口いっちゃうんですよね、不思議と。マジでそれ、一口目やっぱ辛みはあるんですけど、いけるっす。うん、めっちゃ美味しいですよね。うん、味がちゃうっす。うん、めっちゃくさん汗出るの早。いやもう食べる前から汗出ると。どうですか、サメロさん、1ヶ月ぶりのラーメン。しみる。ね、しみそう。うまっ。ちょっと待って、めっちゃうまいんだけど。どういうこと？これ多分気をつけないと、無言で食べ過ぎて取れ高ゼロになりました。美味しすぎてね。うん、でも辛いのにこうやって汁につけたくなる。うん、めっちゃ辛いの。うん、あと皆さん、マジ必須。めっちゃ飛ぶ。確かに。特さ、色が違うもん。初めてで急辛ですから。うん。うん。どこでも食べれない味してますよね。はい。これは並ぶっす。並びますよね。だからね、2回目からはちゃんともう、長いけど並べたもん。並ぶの嫌いなのに並べたもん。辛いのガチで無理な人もいるじゃないですか。はい、仲いい子にいたら絶対きついですもん。旅行とかで絶対辛いもの食べたいじゃないですか。確かに。辛いもの一切苦手だったらきついもん。食べようよってなっちゃう。韓国とか行ってもね。それぐらい辛いもの好き。なんかじゃあ激辛フェスも行かなきゃですね。激辛フェスね、リベンジしたい。ちょっと辛すぎた。なんかタイ行った時に2日目ぐらいに食べた料理が韓国料理なんですね、なぜか。うんうん、デパートの中の韓国料理みたいな感じで、めちゃめちゃ美味しかったんですけど、過去一辛かったです。色見てください。うわ、過去一辛くて、うん、きつかった。その辛さとはまた違うけど、うまいね、こっちの方がやっぱ旨味が。友達にも大体好きか。だからウイとモコタンメンは行きましたね。ウイが連れて行ってくれて、一番最初に、はい、一緒に行ったって感じです。麻婆豆腐食べてて死んでた。てかね、チョーベリグー、幸せ企画。えぐいくらいしみる。一口一口が美味しい。全然いけます。どういう、でもなんか10口ぐらい行ってるうちに、はい、もう熱いのと辛いのが、うん、一緒になってね、一緒になって痛いですよね。スープが全然ない、なんかもうすってなくなってきてて、うまいっす。うまいからいけるかも。めっちゃ美味しい。え、店長さんと目合った。笑われた。ニヤってしてた。え、でも中本とか一人で行く女性とか絶対モテると思う。いや、そうっすよね。印象良さそう。男受け絶対いいです。男受け絶対いいですよね。はい。でも麻婆豆腐丼で食べた方が辛いかも。うんうんうん、スープになるとね、うん、モテるから。丼で食べたらやばいですよ。汗が止まらん。汗止まらん。夏の蒙古タンメン最高でしょ。うん、ね、特に痩せんじゃん。逆にね、摂取しながら、はい、消費してます。ゼロカロリー。あ、ってことはゼロカロリー。うん、ラーメンゼロだ。大丈夫です。はいはいはい、いただきます。一番ちょうどいい辛さかも。うんうんうん。この後ダンス踊り行くのやばすぎ。さすがにダイエットでしょ、もう一周回って。僕、痛いかったんですよ、さっきまで。痛い声って分からんなすぎた。逆に痛いの分からなくなった。でも、うまいだけはずっと続くんですよ。ラーメン屋さんで、
替え玉いく女子どうですか？めっちゃいい、めっちゃいい。え、めっちゃいいの？めっちゃいい。じゃあ自分も行くとするじゃないですか、彼女は自分よりもう一杯。全然いい。マジで？それが正しいか分からんすけど、ちょっと皆さん勘違いしてんのちゃうかなってたまに思うことあるのが、はい、いわゆる女性からしたら女捨ててんじゃん的なことした方が、うん、男からしたらなんか好感度ありますよ。ありますあります。え、変わってんじゃない？作ってんなと思っちゃいますね、その女の子されたら。え、うん、止めれないよ、お食事はみたいな。あ、もう、もう、ずっと食べてよえ、ちょっと冷める冷めポイント、うん、冷めどころじゃないか、うん、次から誘わないし、次もういいかな。マジ鼻くそとかは別？鼻くそは外ではないですね、まあ、家だったらいいです、うん、じゃあ女の子の汗問題。あ、夏じゃん、うん、でも確かに好み分かれると思うんですけど、分かれそう。僕は全然汗かき大好き。いやー、させるさ、絶対帰るか、起こす。健康的。本当ですか？え、じゃあ彼女が「あっ!」みたいな、ね、え、ちょっと髪結ぼうみたいな言った時に、こう巻き上げた時に、もうここもとここまでもう青の服着てて、そんな服濃いみたいな、ここだけ濃いみたいな、そういうのでも OK。 大丈夫、気にならない。書いてるなと思いますけど、別に嫌いにはなる。おーいいね。だって自分も書くし。いいっすね。多分このいい男の例だと思います、二人が。それで冷める男なんていくらでもいますよ。はいはいはい、うん、でも引く男性の方がモテるんですよね、きっと。うん、ね、これ世の中の。え、そうなの？え、どういうこと？え、何でも許してくれる男の方がモテないんじゃないですか。え、優しいだけの人ってやっぱダメなんだな。あー、でも昔からそうなんですけど、はい、いい友達止まり。いや、そうなんですよ、結局。いや、そうなのかも。でも私も優しい男性無理なんよな。ごめんなさい。でも、優しいの種類ですよね。絶対幸せにするのはこっちでしょ。おー、ね、優しい男性ですよね。でも、他の人にも優しくは嫌です。あー、割と誰にでも優しいでしょ。そういうの女子ノットだから、大体が冷たくて、自分にだけ優しくされた瞬間に女性というものは特別感を感じるんです。で、え、なになに君、私にだけ優しくしてくれたみたいな、アホみたいな、キュンみたいなドキュン、えぇーみたいな、ってなる可能性もあるけど、まあ、そうじゃない人もいますしね。うん、これからしかちょっと僕ら小刈りとかっていけますね。とがっていった方がいいですね。もう桜チャンネルでもまた行きたくなりますね。100円を押せんな。やばくやだ。そういうのじゃない。ちょっと違うか。違うか。こんなこと言ってる間に本局完食すごい、マジの完食だ、すごい。じゃあ終わりが、はい、ということでですね、完食しました。痛いっていうよりなんかヒリヒリ、ちょっとこの辺がヒリヒリするなっていう感じなんですけど、本当に美味しかった。もうなんか今までチキってたのがバカらしいぐらい食べればよかったなって思った。いいですね、本当に美味しい。ちなみに麺の量とかも調節できるんで、お腹いっぱいだったら半分とか、半分がいい。これ2人前ぐらいあるんじゃないっていう、うん、ワンちゃん太いからかな、麺が。あと麺を豆腐に変えたりもできます。すごい、うん、絶対うまいじゃん。だから鍋みたいな、うまっ、感じ。それいい、いい情報聞いちゃいました。ということで皆さんぜひぜひね、辛いものが食べたいってなった時は絶対にここ来たらいいと思います。本当に癖になる旨味なので、ぜひぜひ来てくださいということで、私いつかは北極に挑戦したいなと思います。そうだ、ぴょん言うのはただ言うのはただだから全部言っちゃう絶対しない。でもなんかどんどん成長はしてきてる気がするんですよね、食べれば食べるほど、うん、それもっと辛いの得意になっていっぱい旨辛のものを食べきたいなと思います。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョピグ。